でですね、今日は「徒の働き」の連行の14回目として5章の25節から32節を開いてまいりました。でこれはですね、まあ、あのちょっと今動画がちょっと長かったんで2つに分けましたけれども本来はね17節から32節までが1つの話になっていきます。で先週もね少しお話ししましたけど17節の中心がこの 二十節の一手宮の中に立ち人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいということですで。復習ですけれども、命の言葉を語りなさいということは、まず第一番目には十字架です。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、その十字架を信じる者が命が与えられる。ね、だから十字架を信じる信仰のことを語っていきなさい。これ宣教ですね。それとともにね、 あのー、このね命の言葉といった時に私たちはね、あのー、この信じた人はもうね命の言葉はいらないのかこれは違うわけです私。信じた私たちにとってもこの命の言葉、まあ、十字架のな言葉は非常に重要ですがそして共にこの神の言葉によって生きるものである。あのー ね、先週ねある方と話してたらですねあのその方もね「あのイエス様信じた」とねあのーまあねあのー、天国に行く直前にもう一度信じてね「あの神様今まで信じなかったことをごめんなさい」してて、えー、天国に行くのが楽じゃないかなとかね思ったとか言ってましたけども私もそう思ってたんですねでもね今違います何かというとこのクリスチャンライフを通して私たちは日々ね。 この命の言葉を受けるものであるねこのね,、えー、このねよく礼拝ねお説教という、ね、方が言いますけどね皆さんに説教してるわけじゃないですねあの私自身ねこの祈ってる一つの中心はこのね聖書の言葉を通して皆さんお一人お一人が命の言葉を受けていただきたいねあの「マタイの福シュルカの国ね」 人はパンの実に生きるにあらず神から出る一つつ一つの言葉にるつまり私たちは実際的な、ね、生活の糧とともに神の言葉の糧神の言葉の命のパンの糧を日々受けていくことを通して平安を受け癒しを受け回復を受け祝福を受けていくこれがねクリスチャンライフの一つの、ね、中心であるなってことをね思うわけです。 ですからその命の言葉を語りなさいとエルサイム教会つまり初代教会の唯一の教会このね密会を通して語られたってことはここから増えていくわけですからてての教会にも語られてるわけですそして今日はですねその続けて25節から「そこへある人たちがやってきて大変ですあなた方が牢に入れた人たちが家の中に立って人々を教えています」と告げた。 そこで宮野秀長は役人たちと一緒に出て行き人たちを連れてきたしかし手荒なことはしなかった人々に石でうちを殺され恐れたからだでこの人たちはですね宮の中でこの命の言葉つまりイエス様のことを明かしていましたでその時ですね宮シュ忠たちはね連行したわけですが手荒なことはしなかったつまり人々ね 先々週を話しましたけれどもそのペテロを通し人たちを通して人々が癒され解放され神の技を受けているのを見て、ね、神の働きだってね思っていたからです思っていたからですねそれをね手荒らなことしてねあの連行していくとね石が飛んでくる、ねあのー、と思ったからですねでその後ですね 二十何節から彼らが人たちを連れてきて議会の中に立ちると大祭司は人たちを問いただしていったあの名によって教えたならないと厳しく命じておいたら何ということだイエス様ム中にあなた方の教えを広めてしまいそのような人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかでもねマタイの福音書を見ていただくとねイエス様の十字架はね イエス・キリストの十字架をかけろとね最初は立法学者群衆が言うきねその地の責任は我々に負っていい子供たちに負わせていいってねこの叫んでるわけですよだでこの時にね大祭司つまりこのユダヤ教の最高議会はですねイエス・キリストの、ね、十字架の責任を私たちに押し付けようとしている、まあ、ね押し付けようとしてるじゃない彼らはね彼らが十字架にかけたわけですねだから責任逃ではねもうすでに 見るわけですがそしてあのね、このイエス・キリストってね言わないわけですねあの名によって語るのをね禁じたのになぜ語ったんだってでこれがね人なんです。そして今日特にお話をしていきたいのがこのあと、えー、この29節。ペテロはじめ人たちは答えていった人に従うより神に従うべき」です。 今日ね、特に覚えていただきたいのはこのこと。人に従うより神に従うべきです。えー、このね、えー、この旧約聖書の方の、このサムエル記というところですね。サムエル記、この第一の15章、22、23に、このページ、491ページですが、するとサムエルは言って 主は主の御声に聞き従うことほどに善生のいけにえやその他のいけにえを喜ばれるだろうか身を聞き従うことはいけにえに勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝る誠に染むことはらないの罪従わないことは偶像礼拝の罪だあなたが主の言葉を退けたので主もあなたを多いから退けた、まあ、時間があったらねこのサムエルのことも話したかったんですけども、まあ、簡単に言えばサムエルがね 神様の言葉を退けて勝手にねこの生贄に捧げるためだと言ってこの誠実を語られていた、ね、お羊とかそれをね残していたなんてことをしてくれたんだってことをサルが言ったわけですそしてこの言葉ですね「主は主の言葉に聞き従うほどに全将の生贄にねっていうこの全将の生贄っていうのはね霊的な意味で、ね、全く献身を表すわけです。 全てを燃やし尽くして神様に捧げますよって。全てを燃やし尽くして私は神様に従いますよって意味なんです。だからこれね、人の言葉なんです。つまり私たちのがそれよりもサムイイ神からの言葉の方が優先されるんだよ。つまり人の言葉、人に従うよりも神からの言葉、 神が語った言葉に従うことが優先されるんだよ。あのこの原則をね是非覚えておいていただきたいんですね。でこのあまだちょっと時間あるからねちょっと証し入れますけどもでこのこのね私たちはねいろいろ考えますどうしたらいいかあ,あしたらいいかね。あこれ大事なんですよそれをやめてくださいっていうんじゃなくて是非ねそれを用いてください。しかしねそれ以上に神からの約束の言葉はね もっと祝福されるぞってことなんですだからねあの皆さんね一番関わりがのはこの今この朝との死において礼拝してますがね私はあのねあのコアグラのあ,あそこのビル好きだったんです一つは何かとね古いあの結構ね私ね古いビル好きなのね福岡時代もね古いねぼれ屋で住んでたらねうちの奥さんはね,言う言うねここは人の住むところではないっていう私そこ住みたかった。 最後には、ね、そ,そこを、ね、勝ち取りましたけどね、あのー、どうしてかと,とね勝手にいろんなことができる、ね、あのちなみにここも勝手にいろいろできるんであの好きなんですけどねそういうとこまたあの普通ない東京安定沖きなんかね穴開けるためにね大家さんの許可はね受けなきゃいけないとか言ってましたからねこのここなんか勝手にどんどん穴開けてますよ。ね あのどうしてかってあの入るときに自由にやっていい出る時はそのままでいいって約束もらってますからあの、ね、で、まあ、ちょっと話ずらしましたけどもそ,その時ねこの,このね今あの盛んに CM が出始めてますけども長谷幸さんがねあの「出てってください」でその時ね「私は出てきたくなかったんですが祈ったらこの移動しなさい」って語られるわけ。 だから、ね、私の意識は、ね、最後まで戦って主の手によってはすこが潰れて、まあ、潰しちゃいけないですねあのー、怖がガの地を守るというね意識が少しあったわけですよでも神様ね出て行きなさいじゃあ出てく移動しなさいでね移動しなさいじゃあ移動するならば見、ね、心のところがあるはずだだから祈り始めたら駅のそば また、ね、音の問題のない男女のトイレが2つある分か、ね、れてるさまざまな、ね、条件が示されるで特に、ね、一番最初に駅のそばであるってねちょっとねあの車の方は、ね、大変かもしれませんけどもあの有料駐車場が、ね、この辺は高いですから、ね、でもあの今あの 裏添えに遠伸してね裏添えの方が喜んでおりますよでこれね本当にこのこんな駅のそばでねありえないでも神様が語ったわけですねそして従っていった時にあの全てがね働いて与えられていったつまり神の言葉が優先されるあのマタイの福音書の6章に33節に「神の国と神の義をまず第一に求めなさい」 そうすればそれに加えてそれらのものを与えられるという御言葉があります。これは何かというと神の国と神の義、つまり、まあ、あの究極的には神様の御心です。つまり神の言葉です。神の言葉を第一としていきなさい。そうすればそれらのものつまり2番目のものが与えられていく。つまり聖書はどこまでもね神様の言葉を優先しなさい。神様の言葉に従いなさい。 神が語っている、ね、言葉に歩む時に、ね、神を愛し従う者に全てが益となると書いてありますから神,、ね、愛し従う神の言葉を従う時に私たちは益を受けていくだからねこ,れ言葉この言葉、ね、あの重要なんですただ是非ね注意していただきたいのは神の言葉と思って自分の言葉であったり また違う、ね、例の言葉であったりするからそこはねしっかりと祈り確認し吟味し本当に神の言葉本当に神様から来てる言葉を受けていくそこを通してねこの一見ねなんかあの茨の道と思えたことが逆にね祝福の道だったってことをね本当に多くね見ていきます。ですからさらさに、ね 覚えていただきたいなと思っていますがそして最後ここをまとめますけれども、えー、このです、ね、30節から「私たちの不の神はあなた方が十字架にかけ殺したイエスを蘇らせたのです」そして神はイスラエルの悔いらためと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救いとしご自分の右に挙げられました私たちはそのことの証人です。 神ご身に従う者たちに与えられた精霊もそのことの承認です。ここに承認承認と出てきますけれどもこれね旧約聖書の一つの原則があります。二人の者が承認となってそれが確定される。だからイエス様の裁判の時もね二人の者が立って、ね、言いますけど、うんね、違っていたっていうふうに証言がありますけれどもこの時ねまず人たち。 がこの神様の言葉とし、私たちはそのイエス・キリストが十字架あなた方が十字架にかけて、しかし神様がよみがえらせた。ね、そして君、これは、ね、指導者って意味です。私たちを指導する、導く者とし、そしてもう一つですね、救い主とし、つまり、悔い改めるならば、私たちをすの救ってくださる神様とし、よみがらせたんです。私たちはそのことの証人です。そして 同時に私たちに与えられたイエス・キリストを信じるも与えられる精霊様もそのことの証人なんですよということをねここで言ってるわけです。さらにね本当はもっといっぱいあるんですけどもすいません、えー、時間になりました。